高され。今回は WBC について、はい、日本が見事世界一と、はい、世界一になったことについて江川さんのコメントをいただきたいなと思います。はい、本当に世界一おめでとうございます。選手の皆さんも多分ファンの皆さんも、結構ドキドキ、準決勝決勝はそういうことになるんじゃないでしょうかという話をちょっとしたかと思いますけど、私も含めてちょっとドキドキしましたけど、やはり実力があったなと思いますね。特にやっぱり感じるのは投手力ですね。外国の準決勝のそのメキシコとアメリカですけど、まあ、先発2番手ぐらいまでやっぱり素晴らしいと思いますけど、3番手以降打線が投げてくるところで、まあ、先発2番手の力があったかっていうと、日本はその辺のその中盤の力っていうのが非常にあったので、この結果になったなというふうに思いますね。もちろんバッターも逆転勝ちもしたわけですから、非常にこう順調にいったなというふうに思いますね。何箇所か素晴らしいのはありますけど、それは別のところで一本一本お話することになると思いますので、全体としては投手力は世界一、それから打力ももう世界に並ぶというぐらいの話でいいと思います。1位じゃないという意味じゃなくて、世界のトップに並ぶ打線を持っていたということで、やはり監督がいろいろお話聞いてますと、選手とこう非常にこういいコミュニケーションを取られたということで、栗山さんの非常にこう細かな采配というか、まあ、優しさというんですのかね、昔のように厳しい感じじゃなくて、選手とこう温かい対応をしながら勝利に導いたというふうに思いますね。まあ、とにかくおめでとうございます。まあ、準決勝、決勝とかなり厳しい試合展開だったと思うんですけども、はい、まあ、ここを勝ち切れたそのポイントっていうのはどういったところになると思いますか？そうですね、決勝のアメリカよりもなんかメキシコの方が僕は厳しかった感じがしますね。まあ先制されましたんで、その中で最初のやっぱり先発ピッチャー2番手まで見てると、もしかすると追いつかないなっていう感じがちょっとあったんですけども、向こうの確かメキシコが途中で4回か5回に2アウトぐらいでピッチャー変えてくれたんじゃなかったんでしょうかね。なんかそんなようなことを、まあ、はっきりもう時間がちょっと経ってるんで覚えてないんですけど、その時にあ、これここ我慢されると怖いなっていうふうにちょっと思いましたね。それを変えてくれたんで、変えてくれればピッチャーが少しずつ速くなっていくわけですから、そうなっていくとやっぱり、日本のようにこう層が厚い投手陣には多分ないだろうから、そこでもしかすると追いつけるっていうふうに僕はあの時にちょっとこう期待を持ったという方がいいでしょうね。結果を見てるんで、あそこで分かったっていうとちょっとそれはもう後付けになるので、あそこでなんかもしかすると追いつけるかもしれないっていうような感じを持ったっていうのが正しいでしょうね。ありがとうございます。あとはもう全体的なんですけど、栗山監督のこの采配っていう部分はもう振り返ってみると全体的にはどうだったんですか？はい、今回はやっぱり宮崎にダルビッシュさんが来られて、若い選手とコミュニケーションを取られたとこから、僕はここで多分言ってたのは、キャプテンを決めた方がいいっていうのを多分言ったと思うんですけど、そのキャプテンを、まあ置かない、なんかインタビューでもキャプテンのことをおっしゃってたんで、もしかしたらご覧になったかもしれないんですけど、まあ、前半はダルビッシュさんがコミュニケーションを取られて、なんとなくキャプテンのような雰囲気が出てて、向こうに準決勝、決勝行ってから、大谷さんがなんとなく、なんか、地元のみたいな、地元でやってるぞみたいな、雰囲気が出して、それでこう引っ張っていったような感じがしますね。そういう意味では、栗山さんがいなかったら、まあ、大谷さんもダルビッシュさんももしかしたら来なかったかもしれないので、これは監督としては大きいなというふうに思いますね。監督っていうのはだから全員を招集して来ていただいてゲームをやるだけじゃなくて、来ていただくまでもやっていたという、まあスカウトと言っていいんですかね、その力っていうのは栗山さんにすごくあったなというふうに思いますね。もし来てなかったらちょっと分からなかったですからね。ありがとうございます。試合の中の例えば選手起用であったりとか、うん、その采配っていう部分だとどうですか？私とまず根本的に違うのは、先発陣の考え方が違ってたっていうところがありました。いろんな局に出られてお話を全部聞いたんですけど、まあ人によっては先発が違うっていうこともおっしゃってる方もいるというふうに言ったんで、もしかしたら私のこと言ってないだろうなと思いながら思って見てましたけど、まあ、そこまでこっちのことを対象として考えていただいているとは思ってませんけど、もちろんそんなことはないですけど、僕はなんか、向こうに行ったらメジャーで投げてるピッチャーで、まあ、ダルビッシュさん大谷さんっていう方を準決勝決勝で先発の方がいいんじゃないかなっていう思ってたんですね。その方が、まあ、結構フロリダ多分ちょっとジメジメしてるし、気温も高いし、慣れてる人の方がいいのかなと思って、そういう私の勝手な先発を考えたんですけど、それとは違う順番で来たので、それはそれで
まあ、今回優勝したわけですから、うまくいってるんではないかなというふうに思いますね。で、思ったよりも佐々木投手がボールが走ってたっていうことも、ありましたね。もう少しこう、向こうの気候にちょっと、戸惑うかなと思ったんですけど、まあ時差も含めてですね、これも全くありませんでしたね。奇遇に終わりましたんで、あんまり関係なかったの。僕はすごく感じたんですけどね、こうやってやった時にそういうの感じましたけど、それはあんまりみんな誰も言ってないんで、あんまり関係なかったんだろうなと思いながら、見終わりましたけどね。あとは野手陣の起用というところで、はい、まあ以降やっぱり村上選手がまあ4番で使い続けてて、まあ後半で、はい、5番でと。これは1回早かったですね。僕はあのイタリア戦までは4番で行って、準決勝から変えるかなっていう打順変えるかなと思ったんですけど、イタリアからも5番にされて、4番というよりも5番の方が少し気が楽というとおかしいですけど、若干そういうことがあったんですけど、まあ、調子があんまり出ずに最後まで行ったんですけど、最後にまあ何よりも打ててよかったなと思ってました。あそこで、ヒーローになれたんでね、本当によかったなと。あの日も3三振ですから、あそこの想像するのはすごい難しかったですけど、まあ、それでも結果としていいのが出たので、本当に良かったなと思いますね。あとは、ヌートバー選手を招集したっていうところ、はい、ここはどうでしょうか。これは、非常にマスコミの方もすごい喜ぶという話を最初してて、期待以上に溶け込んでやっていただいたんだと思いますね。逆に言うと彼のこの仕草ですか、これがもうなんかブームになっちゃう。とこまで行きましたんで、まあそれぐらいこう引っ張ってくれたというのは、よく考えてみるとメジャーリーガーの一番ですから、メジャーリーグの一番ということになると、まあ当然の結果というのは言えるんですけど、栗山監督もちょっと不安だったところもあるというふうにおっしゃってたので、そう考えると、まあ非常に日本の一番としてですね、すごく活躍してくれたと思いますね。守備も含めてバッティングもそうですけど、素晴らしい活躍だったと思いますね。ありがとうございます。守備のね、はい、シフトの変更がイタリア戦ぐらいから結構顕著に出てきたじゃないですか。はいはいはい、ああいう部分ってなんかプレーに影響したっていうのを解説者の方としての目としてはあるんですか。これはですね、投げてるピッチャーの好き嫌いなんですね。僕はシフト変えられるの嫌いです。なんでかっていうと、標準のシフトの中で打ち取ろうとするんで。だけどその今の野球っていうのはすごくデータ化されてるので、データを取ってここに飛んでる方が確率が強いっていうところに守って、まあ、アウトにするわけですね。何本かセンター前のやつがみんなアウトになってるっていうのは何本かありましたけども、そういうものがもうメジャーの主流なので、多分それを今回の大会までいいんであれば取り入れようということだと思いますので、それは取り入れたのは、まあ僕はいいんじゃないかと思いますね。これダメだっていうのに守ってるとはダメですから、だからいいわけですから、それの方が確率的にいいというふうに多分感じたんじゃないかと思いますね。栗山さんのインタビューの中にところどころやっぱりそのデータというか、まあ打てないっていうことがバッターの場合多いわけですよね。10回のうち7回打てないわけですから、その3回の打てるところでどうやって確率を上げていくかっていうような話がちょっとあったかと思いますけども、そういうことも含めてやっぱり確率的に高いものを選んでいったということだと思いますね。まあ一番難しかったのはやっぱり村上さんが前半打てなかった時に5番にいつするかっていう決断だったと思いますね。これは最初に4番って決めたわけですから、それを本人に納得させたでしょうけど、本人も納得はしたでしょうけど、やっぱり4番から5番になるっていうのはやっぱり非常にこう重いものを本人も感じたでしょうから、そこが一番決断として難しかったんじゃないかなと思いますね。で、その後にまあ吉田さんが非常に素晴らしいホームランを打つわけで、あれで勝ったというか逆転するわけですから、そこのミラクルというか、まあ決断が一番きつかったんじゃないかと僕は思いますね。まあ先発陣はね、あんだけ投げてくれるのはもう大体分かってるんで、誰を先発にして、誰をこう2番にして、誰が調子いいっていうことをご覧になってやったんではないかと思いますね。僕、ああどうぞどうぞ。今回の。言ってください。答えられるとか分かりません。今回の、はい、WBC の試合の、まあ、日本戦を中心だと思うんですけど、全体の中で江川さんが一番印象に残ったシーンっていうのはどこだったの？僕は一番残ってるのは外国ですね。外国っていうのは本当に日本でいう、まあ、ツーシームってみんな言うんですけども、フォークボールですよね。これがまあやっぱりほとんどなくて、チェンジアップが結構流行ってるなっていうのをすごく感じましたね。投げてるピッチャーがチェンジアップが多いんで、まあ想像はしてましたけど、まあ、チェンジアップ投げる人多いだろうなと思って、チェコなんかでも手こずりましたよね、最初ね。でこのチェンジアップっていうボールが、まあ、見てらっしゃる方には遅いわけですよね。120キロ台とかで。なんで120キロのボール打てないんだろうと思われるでしょうけど、いわゆるいつも言ってる手の振りに合わせてバッターっての振っていくんで、それだけチェンジアップっていうボールが打ちづらいっていうのがよく分かったので、
まあこれが一回これみんな見るとまた日本でもチェンジアップ投げる人が増えるんじゃないかっていうような感じをまず持ちましたね。大会自体は大谷選手が MVP でしたけど、はいはい、江川選手が今大会で選ぶ MVP は誰かなと。そうですね、ピッチャーは佐々木さんですかね。まあ彼のその160球を超すボールというのはすごく不安定だったものをすごく安定した投球をして、まあホームラン打たれましたけど、3点取られてホームラン打たれましたけど、あれはフォークが落ちなかったんで、まあそれはこれから修正して、まあそういうこともあるということを考えているでしょうから、まあそれにしても素晴らしいボールを向こうに焼き付けたというか、外国のバッターに焼き付けたという点で大きいので、大谷さんを別にしてまあ選ぶとすればピッチャーは佐々木さんだと思いますね。それから今永さんも一番調子は良かったと思いますね。あのメジャーのボールをものにしたという点では、高橋とどっちを選ぶかなっていう、メジャーボールのフィット感ですね、はどっちかなっていうところですね。だからバッターはやっぱ僕吉田さんのあのスリーランっていうのは、あれあのチェンジアップ、インコースのあのチェンジアップというかシンカーっていうか、それを打ってるんですけど、あれ芯に当てると絶対にファールになるんですよ。で、投げてる方はファールになると思って投げてるんですよ。まあこれちょっと後で試合やるからまあ詳しくはあれなんでしょうけど、それをあのフェアグラウンドに運ぶというあの技術っていうのはちょっとやっぱり外国の人もびっくりしたと思いますね。メジャーリーガー打っても多分ファールになってると思います。ほとんどほとんどっていうか 98% ぐらいファールになってその 2% の、 あの彼の打ち方をしたので、それはやっぱりものすごいものが技術を感じてると思いますね。まあ今年っていうか今年からメジャーでやるわけですから、多分相当な期待を持って見られると思いますね、あのホームランは。まああとはもうあの対象じゃないですけど、加作君ぐらいのところで岡本さんがすごかったのかと思いますね。加作って悪い話じゃないですからね。非常にあのホームラン大きかったし、あの1本目を取られましたけど素晴らしい当たりしてたんで、彼も最初は山川さんとどっちが行くかっていう話だったんですけど、完全にその信頼を得てあそこの打順を打ちましたんで、まあ加作で岡本さん、加作は悪いことじゃないですからね。金賞とか銀賞次ですから、まあ同賞みたいなもんですからね、加作っていうのはね、ということですね。昔あったんですよ、はい、習字とかやってて金賞銀賞とか加作ってあったんですよ。いいやつなんです、加作って。いい作品だけど賞ちょっとねっていう感じですから、まあ味のあるバッティングでした。もう一つ聞いてもいいですか。はい、どうぞ。もう3年後に次の WBC があるんですけど、はい、今回世界一を取れましたけども、うん、次の3年後っていうのはどれぐらい期待できるものなのか。かなり難しくなると思います、世界一は。なぜかというと、このレベルを向こうが見ますんで、見たんで、勝とうという気持ちに多分なってきたときに、相当なメンバーの強化っていうのは多分あると思いますし、例えばチェコなんかでも、かなりレベルを上げてくるっていうか、やる人が増えてくるので、これを見て、あの日本戦結構戦えたっていうことで、人口が増えてくるでしょうから、もちろん中国もそうでしょうし、そういう意味で考えると、レベル上がってくるので、次の3年後はかなり難しくなると思いますね、と思ってます。日本も強くなるでしょうけど、向こうも強くなってくるので、あの先のこと言うたらですけども、次難しいぞと思いますね。でも楽しみですね、どういうことになるのかは。はい、今岡本選手が最後まで出てきて、まあ、これからシーズン始まるんですけど、はい、まあ、今回の WBC の活躍を見て、はい、どれくらい岡本選手には期待できるかなって、シーズンの中で。うん、まあホームランは40はいくでしょうね。ほぼ間違いないでしょうね。あれ見てると40本はいくでしょうから、あとは打率だけですね。40本いけば打点いきますから、打点はもう100コースでしょうから、また二冠王は十分、故障だけしなければまあ間違いないでしょうから、あとは打率をどうやって自分で三冠を目指してやるかどうかですね、だと思いますけど、かなりレベルが上がっていると思いますけど、はい。優勝したんで、今回あの、神奈川県の方にしたいと思います。神奈川県っていうのは非常にもう、高校野球も非常に盛んですし、いろんな先輩たちがいるんで、これ、今回名前を挙げると数がちょっともう大きくなってしまって時間が長くなるので、すべての神奈川県の出身の先輩方後輩方も全員ということにしまして、今回神奈川県の方にかなりなんか野球ファンが多いですから、登録お願いすると結構伸びちゃうんじゃないかなと。いや伸びちゃっていいんですけどね、いいんですけど、そんな期待を込めて今回神奈川県の皆さんぜひお願いできればありがたいです。神奈川はあの温泉ももちろんありますし、湘南もありますしね、素晴らしい県でございますので、私もあの学生時代神奈川県に住んでおりましたので、
愛着のある件でございます。登録よろしくお願いいたします。皆さんにお知らせでございます。こちらでございますが、巨人論っていうこの本がですね、4月6日発売されますが、先行して Amazon でも予約を取らせていただいてますので、ぜひ読んでいただいたらいいと思います。いろんな今まで語ってきたようなこととか秘密などいろいろ入っておりますので、ぜひですね、先行で予約を受け付けておりますので、ぜひ買っていただけたらと思います。すごいですね、タイトルが。巨人論ですから。もちろん巨人論みたいなことですね。ぜひ読んでいただけたらと思います。動画の概要欄にも載っておりますので、ぜひお願いできればありがたいと思います。巨人論。もちろん巨人論。よろしくお願いします。